こいつは運命の赤い糸のお導きかな。フルールド・ラレーヌ、その香りはネリネ。またの名はダイヤモンド・リリーだ。ネリネは海の女神の名前に由来する。この町にぴったりだ。ルーカ、猫扱いするんじゃねえ。俺の名は、そう、ルカだ。久しぶりだな、ベヨネッタ。相変わらずね。どこで見つけたのか、変なメガネまでかけて。こいつか。日本で見つけたうまい酒を手土産にローダンに頼んで。ちょっとな、それより勘違いするなよ。お前を追いかけてきたわけじゃねえ、今回はな。お前についても謎はたくさんあるが、まあ女ってのはどいつも謎だらけさ。ともかくお前がここにいるってことは、どうやらこの町は当たりだったようだな。何の話かしら。おいおい、とぼけるなよ。500年前に絶大な力を振るったルーメンの賢者とアンブラの魔女、それぞれ光と闇を司る世界の目で世界を観測し、創造主として訓練していた一族だ。だが俺は突き止めたのさ。その世界の目が人間に与えられる前は、本当の創造主が持っていたものだと。混沌の神と呼ばれたこの人間世界の神様だな。混沌の神。俺の調べではここノアトゥーンがその神様の住んでいた町だって話だ。だから三位一体世界のそれぞれをつなぐ扉がここにあるわけだ。天界への扉、ヘブンズドアと魔界への扉、ゲイツオブヘルだな。聞いたぜ、お前ジャンヌ。なんだ。お前羨ましい。いや、恐ろしいところに嫌がるな。ペットを連れて旅行か。この町でお友達になっちゃってね。小さな道案内人ってところか。それじゃ俺はこれで失礼するぜ。もう少し調べたいことがあるんだな。首を突っ込みすぎて痛い目に遭わなきゃいけど、俺はこれが効くからな。俺のことより自分を心配しな。あったHuh!
どうしたの？決めてくれよ。坊や、その力をどこで習ったの？魔女の力でも賢者の力でもないよね。敵かもしれない奴に手の内を明かせるかよ。ただどうやら俺の力はその場所に刻まれた時の記憶を呼び起こせるようだぜ。どうやら？あ、いや、それ以上は言えねえな。時の記憶。何を見てるんだ？さあ行くわよ。パーティーに遅れてしまうわ。君さえ消え去れば。ついてきな。
待ってもいいんだぞ。Thank you.